今回のテーマの舞台は、愛知県の渥美半島、三重県の志摩半島の間にある海になります。ここには、アクアラインができる構想があります。アクアラインというと、神奈川県川崎市と千葉県木更津市を結ぶ東京湾アクアラインがありますね。こちらは、半分は海底トンネルで、もう半分は橋で構成され、中間地点に、海ほたるという養家のパーキングがあったりします。そんな養家の道路が首都圏にあるわけですが、名古屋地区にも、そんな道路を作るアイディアがあるみたいです。国はこのように言いました。伊勢湾にもアクアラインを作ろうかな。まあ、アクアラインというワードは、ウプ主のおっさんが適当に使っているだけです。ただ、伊勢湾に海底トンネルを作る構想は確かに存在するみたいです。もっとも、最近になって、国はこのように言いました。そんな話あったっけ？今となっては、伊勢湾アクアラインのアイディアは消滅していたりするみたいです。これには、日本全体が、オワコン化している今の世の中が影響しているみたいです。とはいえ、昔は、確かに構想として存在していました。しかも、工事のスタートに向けた調査なども行っていたとのことです。そんな伊勢湾アクアラインの計画ですが、どんな経緯で登場したのか、これまでの流れについて見ていきましょう。それは、今から約30年前のことでした。当時は、バブル経済という、千円札が一晩で学問の進めに生まれ変わるみたいな時代でした。この頃、国はこのように言いました。この辺に準高速道路を作ろうかな。本格的な高速道路ではないものの、高速道路みたいな自動車専用道路を作るアイディアを公開しました。このような準高速道路を、難しいワードで地域高規格道路と言います。そんな高速道路の介護官の道路を、豊橋、浜松あたりから、渥美半島という部分を通り、伊勢湾を渡って、最終的に、三重県の伊勢神宮などがあるところまで作ろうと言いました。さて、渥美半島と志摩半島の間には、伊勢湾という海があります。ここについて、国はこのように言いました。海底トンネルを掘るしかないな。海底トンネル、もしくは橋を架ける必要があります。そんな中、橋にしてしまうと、名古屋港を出入りする船が通れないなどのデメリットが出てきそうでした。ゆえに、海底トンネルが有力な案となりました。さて、このように準高速道路を作るアイディアを出した理由について、国はこのように言いました。伊勢神宮まで一直線で行けるだろう。皆さんもご存知の通り、日本の中心地は東京です。ここで、伊勢湾の入り口に海底トンネルを作れば、東京方面から伊勢神宮まで一直線で行き来できるようになります。今もそうですが、東京方面から伊勢志摩方面を行き来するためには、名古屋のあたりを迂回しないといけません。一方、渥美半島経由では、フェリーに乗らないといけないため、時間的にロスになってしまいます。こうした事情から、渥美半島から志摩半島まで準高速道路を作ろうという話になったのです。さらに、国はこのように言いました。フェリーに42番の国道を割り振るぞ。伊勢湾に国道42号の番号を割り振りました。こうして、マジで海底トンネルを作る姿勢を見せました。そんな感じで、伊勢湾アクアラインを本当に作る方向に進んでいたのです。さて、三重県は、こうした動きについてこのように言いました。欲しいな、早く作って。三重県としては、伊勢湾アクアラインをぜひ作ってほしいと言いました。その理由について、三重県はこのように言いました。アクアラインみたいなやつができれば、東京の方から観光客がたくさん来るね。三重県の有数の観光地である伊勢志摩と東京が簡単に行き来できるようになります。もし海底トンネルができれば、三重県に観光客がたくさんやってきて、三重県全体がイケイケになると考えました。そうした事情から、海底トンネルを後押ししたのです。さて、伊勢湾の海底トンネルについて、国はこのように言いました。ちょっと地面の中を調べてみるか。こうして、地面の中を調べる調査を行うことにしました。これを、理系的なワードで、ボーリング調査と言います。まあ、ウプ主のおっさん、文系ですので、昔、こんな感じに思ったことがあります。
ん？ボーリング調査？どうやってストライク狙うかっていう調査？ウプ主のおっさん、お遊びのことかと思っていたりしました。まあ、良い子の皆さんはこうはならないでくださいね。話が脱線しましたが、とにかく地面の中を調査することにしました。ただ、ボーリング調査を行うと、その後は計画がストップしてしまいました。この時代になると、バブルが終わって、日本全体は、失われた10年とか言われるような時代に入りました。その結果、国は、お金に余裕がなくなってしまいました。そうした世の中になった結果、人々はこのように言いました。おい、何が伊勢湾のトンネルだよ。そんなのいらんだろ。っていうか、ボーリング調査とかやってんじゃねえよ。実際のところ、伊勢湾に海底トンネルを掘るプロジェクトは実現性が乏しいと以前から言われていました。ただボーリング調査などを行うことにしました。そうした結果、世間からはボーリング調査そのものもお金の無駄遣いと批判されました。というわけで、それ以降は話が進みませんでした。ところで、三重県の考えも最近では変わってきているみたいです。伊勢湾に海底トンネルを掘るプロジェクトについて、三重県はこのように言いました。今となっては完全にやる気がゼロになってしまったみたいです。伊勢湾に新しい道路を作る計画など話題になることもほとんどない模様です。それとは対照的に別のプロジェクトが注目されるようになりました。三重県はこのように言いました。早くリニア欲しいな。最近ではリニア中央新幹線のプロジェクトが大きな話題となってきました。リニア中央新幹線は2037年に名古屋新大阪間の開業を目指しています。まあ、おそらく遅れると見られています。とはいえ、そんなリニアは三重県を通るルートとなっています。そして亀山駅付近に新しい駅ができる感じになっているのです。こうしたリニアの計画が三重県ではちやほやされ、伊勢湾のアクアラインの構想は影に隠れたわけです。皆さんもこんな感じに思ったかもしれません。お前の動画みたいな感じだな。はい、その通りですね。ウプ主のおっさんのチャンネルがいろいろと影に隠れてきたりもしていますが、それと同じ流れかと思います。一方、愛知県側でも海底トンネルの計画までは注目されていません。ただ準高速道路の計画は注目されています。渥美半島の人たちはこのように言いました。せめて渥美半島道路欲しいな。渥美半島には今のところ高速道路が通っていません。一番近い東名高速道路からも遠く離れています。現状では豊橋方面と浜松方面へ向かう普通の国道しかありません。これでは途中に信号機があって所要時間が長くなってしまうため、渥美半島道路は作ってほしいと地域を挙げて政府にお願いしている感じです。とはいえ、こちらも具体的なプランは出ていません。愛知県などもこのように言いました。まずは浜松西豊橋道路が先だな。三遠南新自動車道の延伸区間にあたり、三ヶ日ジャンクションから豊橋までをアクセスする準高速道路の計画がひとまず注目されているだけにとどまっています。これは浜松西豊橋道路という名前になっていますが、こちらも具体的なプランはまだ何も出ていません。ゆえに渥美半島まで準高速道路ができるスケジュールは全く立っていません。そんな事情から一部の人たちはこのように言いました。一生できないんじゃねえ。伊勢湾の海底トンネルどころか渥美半島までの道路も永久的にできないとの見方もあるみたいです。渥美半島と志摩半島を結ぶ道路の計画はそんな感じですが、皆さんは何か感想ありますか？大変お待たせしました。ウプ主のおっさんのどうでもいいコメントのお時間です。伊勢湾アクアラインの構想についてウプ主のおっさん、このように言いました。大きなお世話ならぬ大きな伊勢湾。以上、渥美半島と志摩半島を結ぶ伊勢湾アクアラインの構想についての大雑把な解説でした。なお、この動画には間違った内容や作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。
では、今日の授業はここまでですが、ウプ主のおっさんの適当な解説はいかがだったでしょうか。まあ、何かありましたら、ぜひコメントくださいね。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。